こんにちは、ナビゲーターの武井宏奈です。スタイリストの大山俊です。はい、ということで今日のテーマは一体何でしょうか。はいはい、今日はですね、はい、本を持ってきました。お、こんな感じで。お、なんか見慣れない本が何冊かありますけれども、はいはいはい、ちょっとね、今日のテーマは、はい、あのこちらは、まあ、メンズファッション本というものがあって、その本についてちょっと解説をしてみたいなと思って、ちょっと代表的な3冊を持ってきました。はい、なるほどなるほど。はい、メンズファッション本って割とこう種類は多いものなんですか。はい、そうですね、こういう本が出始めたのってどうだろうな、今から多分6、7年ぐらい前かな、感覚的には。結構最近。そうですね、昔から、まあ、一応ジャンルとしてはあったんですけど、女性ものがこの10年ぐらいでたくさん発売されるようになって、それと同時に男性ものもちょっとバリエーションが出てきたのがこの6、7年ぐらいで、いろんなものが出てきたんですね。そうなんですね。なんかこうどちらかというとインターネットで検索すれば、はい、いろいろなこう、そうそう、ね、あの情報って出てきたりしますし、出てきますね。うん、まあ、ファッション雑誌とかでもちょっと立ち読みすれば、はい、あのなんとなく分かってしまうので、うん、あえてこの指南本を買うっていうのは、はいはいはい、あのどういうタイミングかなっていう気もするんですが、うん、そうですね、うん、まあ、今おっしゃったようにこれからまあおしゃれ頑張ろうかなって思った時にいろいろ方法があって、はい、まずはインターネットで検索っていうのが一番手軽ですよね。そうですね、手元です。そうそう、お金かかんないし、はい、すぐできるし、うん、ただまあ検索すると分かるんですけど、結構情報がたくさん出てくるので。あ、分かります。どれをどれが正解なのかとか、そうそう、これは誰が言っていて信頼できる情報ネタなのかっていうのが、うんうん、なかなか分かりづらいっていうのがあるんですよね。いろんなこと皆さんそれぞれでおっしゃってるので、そうそう、どれが正解なんだろうっていうのは確かにあります。うん、まあ、正解なんかないんですけどね。ないんですけど、その情報がまあ客観的に見て本当に素敵に見えるのかどうかっていうところはちょっと疑わしいものも多いのは確かなんですよね。うん、じゃあファッション誌って何ですか。あ、ファッション誌はね、僕はもう大好きなんですけども、はい、あれは一言で言うとおしゃれ上級者に向けた、まあ、読み物かなと思います。そうですね、割とこう価格帯も高めのものがベースで載っていることもありますし、す、ね、あとモデルさんが着てるから、ね、どんなものでもおしゃれに見えてしまうっていうのもありますし、そうですね、うんうん、なんかファッションの方向性をベーシックもしくはトレンドっていう軸で考えると、ベーシックなものよりも今の時代にはどんな服がおしゃれなのかとか、そうですね、そういう軸足でお伝えすることが多いので、はい、ファッションが苦手な人がすぐに読んでトレンド満載のものがすぐにこう受け入れられるかっていうと、ちょっと難易度が高いかなっていう感じがするんですよね。なんかね、これいきなり自分の服に取り入れたら周りからどうしちゃったのって言われるかもしれないっていうことも結構あったりしますよね。トレンドとか流行ものってね、はい、なんか一歩ずつおしゃれになっていくのが僕はいいと思っていて、うん、はい、今の自分がここだとしたらファッション雑誌って結構一気なジャンプアップなので、そこの間を埋めるべく存在っていうのがあった方がいいかなと思っていて、そこの埋めるべき存在っていうのがこういうファッション誌なんだって言われるようなものなんですね。なんですね、はい、なるほど。まあ、そうですね、さっき僕が言ったそのベーシックな方かトレンドの方かっていうところで言うと、こういうファッション誌なんだっていうのはどっちかというとベーシック、うんうん、ファッションの基本的な部分をお伝えするような内容になっているので、初心者の方にはおすすめなのかなと。本当になんか初心者が読むための本として作られたのが指南本っていう、ね、そうですね、ジャンルとしてはそういうコンセプトで書かれてるかなと思いますね。なるほど、はい、で今日チュンさん3冊お持ちになってますけども、うん、はい、これご自分のですよね。僕のも1個入ってます。あ、これチュンさんの本か。これ僕入ってます。これはちょっと後の方に置いといて、はい、この2冊はじゃあ別の方の本ってことですね。そうですね、これはまあ皆さんも見たことがあるかなと思うんですよね、うん、こちらの水色の方は MB さんと呼ばれる著者の方の本で、こちらは星葉さんって呼ばれる方の本なんですね、うん、はいはいはい、この2人がちょっとうなずいてるはず。今ファッション業界においてやっぱり影響力があるのはこの2人だと思うんですね、うんうん、はいはい、この2人がここら辺にいて僕はこの辺にいるって感じですね。枠外みたいな。切れちゃってます、はい、切れちゃってます。もうちょっと上がってこないでしょ。せめてこの辺りにいたいところなんですが、まあ、残念ながらちょっとフレームアウトしてるというところなんですけど、いやいや、ちょっと控えめに行きたいと思うんですけど、はいはい、でもこのお二
人って女性でも知っている、はい、ロンリーさんと橋本さんって、そうですか、はい、女性でも知っている、そうですね、二人だと思いますね。橋本、はい、さんがテレビに出てるので、うん、土曜日の虹色ジーンっていうのをご存知ですか、はいはいはい、あのパパをかっこよく変身させようみたいな企画でショーラーって出ていて、はい、まあ、有名なのかなとは思います、うん、MV さんもね、たまにテレビに出てたりすると思うんですよね。見たんですね、はい、はい、そうそうそう、うん、でお二人とも、はい、まあ、この表紙からも分かるようにちょっとジャンルが違うような感じがするんですけど、そうですね、そうそう、特徴の違いってやっぱあると思うんですよね、うんうんうん、はい、なんかすごい星葉さんのは色気のあるダンディーさん、そうですね、ちょっとダンディーですよね、はい、しますし、はい、星葉さんのはどんな印象ですか、星葉さんじゃない、MV さんですね、 MV さんのはこうなんかどちらかというとカジュアルめなの、黒と白がね多いので、まあ、モードっていう要素が入るかなっていうような、はいはいはい、うん、若い人向けなのかなっていう印象が、ね、あったりしますけど、はい、年齢層は多分違うと思っていて、主に読まれる方の年齢層、星葉さんはやっぱりご本人の年齢も40代なので、まあ、主に30代後半から40代50代大人の男性に向けて書かれているのが星葉さんっていう感じがして、一方で MB さんっていうのは多分若い方だと大学生ぐらいかな、お、読んでいて、はい、20代の方30代の方なんかが読まれるかなと思います。あ、僕ですか、あ、僕の本も話していいですか、あ、いや全然いいんですけども、大山俊の本はどちらかというと30代から40代男性っていう形なので、うんうん、まあ、並べると多分こういう感じで、うんうん、はい、その順番で年齢層がちょっと変わっていくかなと思うんですね、そうすると何て言うんでしょう、服のテイストとかも変わって、うん、きますね、そうですね、変わってきますね、まず星葉さんから言うとご本人の、ね、写真も今スーツなんですけど、まあ、テイストとしてはジャケットを綺麗に着ながらの私服のコーディネートなんかも多いかなと思います。大人っぽい着こなしですね、で、まあ、いろんなジャンルがファッションにもあって、その中でもちょっとイタリアの男性を意識したようなスタイリングが多いのかなと、色っぽいです、色っぽい、色っぽい感じですよね、はい、大人の色気っていうのが一つテーマで、はい、紹介されてるアイテムというのもちょっと価格帯はあの安いものというよりは少しハイエンドなものが多いかなと思いますね、うんうん、はい、じゃあまた MB さんとは全く違うような、そうですね、 MB さんはね気がしますけど、あのユニクロが結構得意なんですよね、へー、あ、そうなんですか、はい、ユニクロとか無印良品を使っておしゃれを作っていくっていうところがすごく得意で、もうメルマガがすごい人気で、はい、かなりの方が読んでらっしゃると思うんですが、まあ、そういったプチプラから、ちょっと国内のドメスティックブランドと呼ばれるようなデザイナーズブランド、難しいちょっと難しいことできましたねドメスティック、はい、あの国内のブランドなんですけど、うん、ラウンジリザーブだとか、うん、アタッチメントっていうようなブランドとか、うん、そういったところもあのうまく使いながらコーディネートしてるんですが、シンプルなんですけどちょっとこうトレンドですとか、あとはモードに振ったものも多いかなというようなイメージなので、この2人は全然また方向性は違うかなと思いますね、うん、なるほど、なんかあの両方とも私ちょっと拝見させていただきましたけど、うん、はいはい、確かにこちらの MP さんのはカジュアルめな印象で、割とシンプルなアイテムをコーディネートされてるような印象がありますよね。ネイビーの 黒かな、黒のジャケットとかね、うんうんうん、はい、無地の T シャツですとかね、うん、まあ、ベーシックなものをあのこうお伝えしているような内容が多いですね、うんうん、すごく入りやすいなって、うん、まあ、なんかってね、あの分かりやすいですよね、あ、そうですか、もう理論的で、あのこれ裏話ですけど、あの僕は MB さんと全く面識がないんですが、はい、あの1冊目の僕が本を書いたタイミングから多分1ヶ月後ぐらいに MB さんの本が発売になったんですね、それ見た時にはドキッとしましたね、来たーと思って、あ、そうですか、すんごいの来たなみたいな、あ、これはやばいなと思ったんですけど、うんうん、確かに1冊目の MP さんの方はもう名著と呼ばれていて、うん、ドーンといったんですよね、売り上げも非常にいい本で、あの理論的ですごく分かりやすいですね、うんうん、まあ、そういったこともあって僕にとっては結構印象的な存在なんですよね、じゃあ本当にファッション苦手な方にとってみると、はい、まあそうですね、入り込みやすいというか、こちらですね、はい、興味を持ちやすい、安いですね、価格帯も含めて、うんうん、あのユニクロとか無印を使いながらのスタイリングが得意なので、うんうん、使いやすいと思いますね、すごい、そうなんだ、しゅんさんはそれと僕いっぱい解説できるかもしれない、ね、はい、そうですね、うんうん、そうすると星葉さんの方は
はい、あのさっきもおっしゃったように、うん、そんなになんて言うんでしょう、カジュアルなアイテムっていうよりはシャツとか、ね、ジャケットが多いっていうお話だったんですけど、そうですね、はい、ちょっとなんかを見せてみましょうか。さっき見せていただきましたけれども、はい、本当になんか大人の男性というか、そうですね、スタイルが多くてイタリアンですね。イタリアンですねかっこいいですね。まあ、星葉さんもすごい影響力があって、もうボルタスタイルというウェブマガジンをやってるんですけども、ファンがすごく多くてですね、まあ、いろんな上質なブランドというのを扱っていて、非常にこう参考になって、僕自身も楽しみに見てますね。ただどちらかというと、はい、あのファッション初心者というよりは、うんうん、あの少しこうファッションに慣れてきて、もう一歩おしゃれを楽しみたいっていう方向けなのかなっていう印象がありますね。確かにちょっと使っているブランドに高いので、うんうん、ベーシックなんだけど質がいいというところで、うん、ちょっとある程度あのMBさんの本とか僕の本で、ベースを作りながら、その次の一歩として、まあ、大人の男性にはこうお芝さんのスタイリングもいいのかなと思いますね。うん、そうなんですね、はい、そんな中、大山俊さんの本は、はい、僕はあの雑食ですね雑食系イタリアっぽいものも好きだし、はい、ちょっとモードっぽいものも好きだし、うんうん、まあ、その両方のスタイルをうまくミックスさせながら作っていくっていうのは僕の本の特徴かなと思いますね。こうなんか割と俊さんのスタイリングって、こう相手の人のなんて言うんでしょう、もともと持ってる良さとか、うんうん、あのまあ個性というものをベースとしてコーディネートされるっていう印象があるんですけど、うんうん、それは間違いないかもしれないですね、うん、まあ、そういう点でいうと雑食になるってことですか。雑食ですね、まあ、いろんなこうジャンルを知っていながらその人に合ったものをその中から出していくっていうのは僕の普段のスタイリングの特徴ではあるので、そういったものをまあ本の中では出したいなと思いつつ、結構心理的な部分とかね、全部捨てた方がいいだとか、自信を持った方がいいですとか、ちょっとアプローチとしては、まあ、テクニックだけではなくて、そういう内面的な部分にもアプローチをしていくっていうのが僕の書き方の特徴かもしれないですね。あ、なるほど、はい、そうすると俊さんはやっぱりファッションをするあの何でしょう、よくしていくことで、はい、なんかこう男性としての自信とか、うんうん、男性としての何でしょう、こうレベルアップというか、うんうん、こうワンアップをしていくような、はい、うん、そうですね、なんかまあその方の毎日が少しでも良くなったらいいなっていう一つ目的があって、そのためのツールとしてファッションをどう使っていくのかっていうコンセプトで僕は書いているので、まあ、テクニックもそうだし心理的な部分もそうだし、そこら辺をケアしながらあの良くなってもらいたいなというコンセプトの本がこの最高のクエラっていう本なんですね。はい、まあ、いろいろね、あのそれぞれ皆さんで全く違うコンセプトで、ね、そう、いっぱいありますよね、書かれてらっしゃるんですね、はい、うん、まあ、大体この3冊というか、まあ、3人の著者の本を見ていただくと、あ、メンズファッションってこんな感じなんだなっていうのが分かるかなと思います、うん、本来ファッションって自由なものなので、はい、どこを軸足にしてもいいと思うので、なんかどれか1冊を読むんじゃなくて、できれば全部読んでもらいたい。あ、はい、なるほど、そうなんですね。全部読んでもらって、その中で、あ、このテイストが好きだなっていうものを軸足にして、たくさん読んでもらうとかね、その著者の作品を何冊か読めば、まあ、大体基本的な部分はつかめるのかなと思いますね、うん、なるほど。じゃあ一つだけにまず絞らずに、いろんな方のを読んで、うんうん、自分の好きな、そうそう、あの場所を見つけていくっていうのが、うん、いいと思いますね、感じですね、はい、でこの本の上にあるのがファッション雑誌なんで、そこら辺の基礎を掴んだら、今のトレンドっていうところはファッション雑誌で学ばれるのがいいと思います。どうしてもこの本ってベーシックなことを書くんですよ。ああ、そうですよ、はい、そうするとこう何年かするとなんかまた変わっていくような感じになったり、逆にこういう本の中でトレンドをいっぱい使っちゃうと、うんうん、2,3 年後に古くなっちゃって、なかなか読みづらくなってしまって、はいはい、割とベーシックなことをお伝えするんですね。なるほど、なるほど、はい、でファッション雑誌は今旬なものをお伝えしているので、うんうんうん、ベースをここで作りながら、うんうん、次の一歩はファッション誌を見てもらうのが一番バランスがいいと思います、ね、あまり変化のないところをこういう本で、そうそうそう、まあ、紹介しているということですね、はい、うん、それにも軸足がいっぱいあるからいろいろ読んでくださいというところですね皆さんいろいろ読んでくださいと、はい、ね、はい、言っております。僕のひいきしたいところですが、まあ、両方ともいい本なので、はいはい、ぜひこっちを優先していただいて、はい、まず読んでみてくださいということで、皆さん、はい、あの好きな、ね、本を手に取っていただきまして、ぜひ、はい、あの洋服の勉強をしてほしいなと思います、うん、はい、あとはですね、もうちょっとファッションについて深く学びたいなという方は、大山俊さんがおっしゃっているメンズファッションスクールという、はい、あのオンラインのスクールがありますので、はい、そちらもぜひご興味あれば下に URL が貼り付けてありますので、はい、そちらから飛んでいただけます、はい、という
ということで今回もお届けしました最強の服選び、また次回もお楽しみに。